東照寺合戦に、相模国鎌倉で行われた戦い。1331年から開始された、五醍醐天皇の倒幕運動である現行の乱の最後の戦いで、鎌倉幕府は滅亡した。東照寺は、第三大執権の北条康時が太公行遊を解散として、河西が谷に創建した北条氏の菩提寺である。1331年8月、五大五天皇が、 笠置山で挙兵、これに応じて、ク木正成も河内で挙兵して、現行の乱が始まる。幕府は鎮圧の兵を登らせ、上野国の御家人、新田義貞も加わった。9月には、笠置山が陥落し、後醍醐天皇は捕らえられて、沖へ入るとされた。1333年、クス勢は、千早城で再挙し、幕府の大軍を相手に奮戦する。 これに触発されて、針までは赤松のりむらが放棄し、伊予でも反乱が起こる。幕府はさらに、北条一族名古屋公家と下屋国の有力ご家人、足利高氏に大軍を率いさせて西国に派遣する。うるう二月には、五代醐天皇が沖を脱出して、戦場山により、四月には、皇子が、篠村八万において幕府に反旗。足利勢らは、 京都の六原丹大を滅ぼし、党を制圧する。5月、上野へ帰った吉貞は、行忍名陣において挙兵し、東山道を精神して、鎌倉進撃を開始した。新田軍は、一族や周辺豪族を集めて、兵を増やしつつ、利根川を越えて、武蔵へ進む。鎌倉を脱出した講子の着手である、千住王と合流、鎌倉街道を進む。幕府側では、 北条や水浦を迎撃のために向かわせるが、入間川と久米川での合戦で敗退し、部外河原の戦いでも敗れた。新田軍は鎌倉へと迫った。各地で敗走した鎌倉勢は鎌倉の七、霧通士を封鎖。新田勢は関口を本拠に、小袋坂、化粧坂、極楽、寺坂の三方から攻撃することとし、 吉沢は、それぞれの指揮を取る賞を、日泰一族で固めた。小袋坂は、山側で、鎌倉勢の執権、赤橋森時が守るのに対し、新前勢は、堀口貞光らが攻めた。中央の化粧坂には、金沢貞行に対し、日田吉沢、脇や吉助が率いる主力が攻める。七里ヶ浜に面する、海側の極楽寺坂は、 おさらぎさだなおが守り、大立胸内らが攻めた。戦いは膠着し、小袋坂では、当時の執権、赤橋森時を自害させたが、極楽寺坂では、指揮を取る大立胸内が戦死するほど苦戦する。吉貞は、切り通しの突破を諦めて、官庁を利用しての稲村ヶ崎から、海岸線ルートでの鎌倉侵攻を試みる。背後を突かれた形となった、幕府軍は、 鎌倉主街や霧道市などで、お皿に定なお、お皿に信政、金沢さだゆき、本間山城左衛門の、そして他に、第十三代執権の不穏寺記事などが戦死した。北条高時らは、東商寺に追い詰められ自害した。太平記によれば、寺に籠もった北条一族と家臣は、長崎高重、摂津道順、諏訪直政ら北条悲観から順にそれぞれ切腹。 最後に高時、衆都のあだち事件と自害したというなど。太平記には、自害した人々は283人の、北条一族と家臣後に続いた兵を合わせて、総数870人余人とあるが、文学的誇張もあると推察される。高時らの自害を知った安藤清浦もまた、幸福勧告を拒絶して、市中で自害した。 ハラキリヤグラ現在の東照寺の旧跡の北方には、ハラキリヤグラと呼ばれるヤグラが存在している。東照寺旧跡での発掘調査では三つ鱗の、入った瓦などが見つかるものの遺骨の発見はなく、新田勢や自習の僧ラによって遺体が処理されたと考えられている。ハラキリヤグラは、その名称から、東照寺での戦死者と何らかの関係があるとされていて、今でも、 供養会では外場が建てられる。ただ、高時の首塚を伝える矢倉は、各所に存在する。鎌倉でのこの戦闘の後、この地で死んだ北条一族を弔うため、足利尊氏によって崩海寺が建てられた。崩海寺の地は、元の北条独創家庭の地である。鎌倉市城明寺の釈迦道谷奥山頂部には崩に、崩海寺二世位。 広島は国史入場屈と伝える巨大な矢倉を中心に、釈迦堂を矢倉軍と称する多数の矢倉軍が存在した。矢倉軍には多量の生焼けの人骨があった。昔から、東照寺での戦死者の遺体をこの矢倉軍に葬ったとの伝承があった。昭和40年代の宅地開発の際に、倉が破壊され、現行3年5月2 8日の命のある、 五輪島の一部が発見された。まさに東照寺合戦の初7日の供養を示すものであり、伝承が事実であったことが分かった。矢倉軍は昭和40年頃に宅地造成によって主要部が破壊されたが、一部は現存しているという。ありがとうございます。